ウェイストアイソレーションパイロットプラントイップ施設外用米国核廃棄物隔離試験施設は核兵器の研究開発によって生じる超乱元素の高レベル超半元気放射性廃棄物の高級的な処分のためのアメリカで最初の地層処分施設であるニューメキシコ州カールズバットの東方約 42km に位置している核燃料サイクルの最終工程である 米国エネルギー省では1974年に廃棄施設建設を立案し、20年に及ぶ価格調査、公聴会、規制法案の制定などの後1999年3月に創業を開始した。2070年まで創業の予定である。2010年の時点で9000回廃棄物が搬入された。周辺のカルスト地形などの地質調査は継続中である。 地層の安定していると思われるテキサス西部からニューメキシコ南東部のデラウェア盆地の岩塩層が適合地として選ばれた。廃棄物保管場所は地下655メートルの厚さ1000メートルの岩塩層中に掘削設置された。岩塩層の物理的可塑性から亀裂などの封印効果が期待されているが、ドイツの岩塩層の地層処分施設圧設研究鉱山では、 地下水への放射性物質の漏えいが観測され、貯蔵空間の圧縮、岩塩ドームの崩落なども危惧されている。WIP に搬入される廃棄物は一定の放射能以上で、アルファ崩壊する半減期20年以上の TRU 廃棄物に限られていたが、2000年9月からは放射性廃棄物と、その他の危険物の混合廃棄物も受け入れが始まった。 また廃棄物に含まれる水分の分解による水素爆発を防ぐため廃棄物収納容器は通気機能を備えている。また全米からの廃棄物の搬入に関してはその都度衛星追跡等の最新の技術と設備で厳重な警備のもとに取り行われる。また搬送ルートにおける事故を想定して WIP では 非常事態対処メンバーとして2万3000人の専門家を教育訓練している。創業中及び2070年の施設閉鎖後も環境汚染を防ぐため施設及び周辺地域の隔離、管理は引き続けられる。米国環境保護庁では管理期間を1万年としており予測できない遠い未来を考慮して各種の未来への伝言措置が検討されている。 敷地周辺に鳥を構築し、何十もの標識を付設警告文も現在の国連の公用語とナバホ語に、加え象形文字による記述も考慮されている。ナバホ語が含まれているのは、ニューメキシコ州にナバホ族の順次治療があるため。ありがとうございます。